皆様こんにちは、ガステリドール .com です。今日はトリステ、ロングフェイスとも呼ばれるエベジモをご紹介いたします。19世紀の有名な彫刻家キャリエ・ベルーズによって制作されたエベジモです。アンリ4世をモデルに作られたお人形です。ジモの中でも特別なモデルとして人気があります。ボディは8ボールジョイントボディです。関節部分がボール状になっています。表情は憂いを秘めた表情で、大変素晴らしいお人形です。